こんにちは、青ライトです。クロスタマナー実況続きやっていきたいと思います。で、今回は何ですっけ、上にさっきちょろっと出てたクリスマスイベントをやろうかなと考えております。で、まず1つ目、クリスマスイベント2つありまして、レア召喚で今これがやってます。あ、ちょっと行かないでこれですね、聖夜の使徒アルロリ、ロリザ言いにくい、アルロリザ言えてるかな、わかんないけど、とか聖夜のセット、聖夜の使徒ですね、レオナとかリリカとかレニとか、あれ車の通りはくれないとか、あれです。あ、違う、こっちクリスマスじゃなかった。彼女たちがクリスマスに衣装を扮してイベントをやっております。で、ちょっと衣装が見れないのはすごい悲しいんですけども、まあこいつらを一回引いてみたいと思います。で、ちょっと待ってね、これですね、レオナさん、レオナさんは持ってるから、アルロリ、アル、言えない、アルロ、言えない、こいつらを引きたいです。リリカとかね、ということで行きたいと思います。ほら、みんなサンタの帽子かぶってるでしょ、かわいいよね。じゃあ行きますよ、ドン。これは精霊界ガチャじゃないので、地上界の扉を開け。あー、学士出ました、おてんばシスター、カレン以前ゲットしました。彼女は補助系のモンスターです、モンスターじゃない、キャラクターですね。で、所属は教会なので、自分よく使ってる闇属性と一緒です。ここで3引くんだ、へこむ。もう一個やろっかな、もう一個やろう。よし、行きますよ、ドン。何も考えない、よし、今しかもプレゼントボックスに送られるという始末。つらい。じゃあとりあえずプレゼントボックスから受け取りましょう。つまり容量パンパンってことだよね。つらいよ。お、限界突破、ゲットしました。1個目、つらーい。あと2個欲しい、あと2個だよ、あと2個あればあと1個引けるよ、けど無理ですね。じゃあもう1個のイベントいきたいと思います。これ、聖夜のボート、一応1、2クリアしちゃってます。で、3が難易度65なので、ちょっと挑戦はしたくないんですけど、ストーリーだけチラッと見たいかなと思います。はい、ということでパーティーを選びました。絶対ね、65なので即死かもしれないんですけれども、頑張っていきたいと思います。これです、これです、これ精霊のね、クリスマス限定ですよ、アルロリザ。皆さん、本日は私の主催したパーティーにお越しいただきありがとうございます。うわ、すごい人数だな。もう始まってるのかな。始まったばかりに、青、よく来てくれたに。これをかぶってに。わあ、帽子ありがとう。みんなで用意したに、楽しんでいってほしいに。ありがとう。あ、青、レニ欲しいんですよ、すっごい欲しいんですよ、このキャラ可愛くてね。レニ、青も来てたんだね。ああ、アルロリザに招待されたんだ。今日は精霊界にいる種族がほとんど集まってるみたいなの。そう言われると確かに、獣人族も精霊族もエルフ族もいるんだね。あ、エルサリオ。ん？ああ、青か。
エルサリオも来てたんだな。ああ、せっかく声をかけてもらったからな。だが、私がこのような帽子をかぶることになるとは。ってことはエルサリオも手に入るんですね。似合ってるよ。あお、この方は？あ、そっか。エルサリオ、この子は獣人族のレニだ。レニなの、また旅は好き？また旅？うむ、嫌いではないな。で、レニ、こっちはエンシェントエルフのエルサリオだ。知ってるよ、真剣を使うエルフだよね。そうだ、改めてよろしく、レニ。こちらこそなの、また旅を好きな人に悪い人はいないの。レディーズ・アン・ジェントルマーニー、注目に。なんか声が似てるけど許してください。皆さん、参加していただく余興を用意したので、ぜひ参加してほしいわ。なんだろうな。今から目隠しをした妖精を放ちます。その子が選んだ方と参加者のどなたかと模擬戦をしてもらうの。もちろん精霊に指定されても辞退はできるわ。それに余興だからお遊びで構わないの。ただせっかくこんなに大勢いるんだもの、自分の強さを誇示していいんじゃないかと思っているわ。つまり精霊に指名された人とみんなが戦えるってこと？そうだな。でもこの機会だ。珍しいやつと戦えるなら挑戦するのもいいかもしれないな。では行きますよ。さあ好きなところに飛んでいくといいわ。誰にしようかに。こっちに来るよ。ね、決めたの。エルサリオ？どうやらそのようだな。エルサリオ自体は？ごめんなさい、またごめんなさい。私でよければ余興のお手伝いをしよう。ありがとう。ではエルサリオに挑戦したいというものは？はいはい。どうやら二人だけのようね。では一人ずつ。いや、二人同時で構わない。私は真剣三つなのでな。すげえ、三つあんのこの人。一、二は見えてけどさ、あと一個はどこ？むぅ、レニー弱くないよ。レニー、それは勝って証明すればいいんだよ。俺たちでエルサリオを任せてやろうぜ。任せるの。はい、ということで行きたいと思います。さあ勝てるか。いや絶対勝つよ。てかエルサリオかっこいいな。どんな声なんだろう、気になる。まず勝てるかどうか。スライムだ。このスライムやっぱり、ちなみにね、ほらこんな感じでスライムもどうだ。待った、後ろのやつ。後ろ硬すぎじゃないこれ。しかもこれ見ました、今一匹やられますよ。勝てるかな。マジで初盤やばいよ。エルサリオにたどり着く前にこれはやられるパターン。みんな硬いよ、みんな硬いよ。このスライムで勝てません。どうしましょう。ごめんなさい、挑戦するんじゃなかった。早かった、早かった。 You go。 早かった。いや、やりません。はい、終了します。メリークリスマス。シャンパンの準備は大丈夫じゃないです。もう勝てなかったよ。辛かった、強かった。はい、ということで挑戦してみたもののですね、いけなかった。はい、ということで今回はクリスマスイベントですね。クリスマスイベントをクリアしていきました。いや、クリアしたというより、まあイベントこんな感じでやってるよっていう表紹介でした。
ではここまでご視聴いただきありがとうございました。青ライトでした。またね、バイバイ。